クズルバシクズルバシュはサファビー教団の信徒及び信徒の多数を占めるアナトリア高原に居住するトルコ系遊牧民である。現在のイランとその周辺に現存する彼らの子孫とされる民族集団もこの名前で呼ばれる。オスマン帝国シャイバーニーアサではサファビー朝の領土をクズルバシュの国、サファビー朝のシャーをクズルバシュの王と呼んでいた。シャイフハイダルが サファビー教団の教団長の地位にあった時代に、崩る場所が誕生した。ハイダルは、夢の中に現れたイマームアリーの指示に従い、神徒に特殊な帽子をかぶるように命じたという。赤い神房に、イマームの数に由来する十二のひだがある布を巻きつけた、ターバンをかぶった神徒たちは、トルコ語で赤い塔を意味する崩る場所の名で呼ばれた。1499年に、 サファビー朝の建国者、イスマー・イール一世が決起したとき、アナトリア高原各地のクズル場所に激文が送られ、集合地であるエルズインジャン郊外には7000人のクズル場所が集まった。イスマー・イール一世の決起から10年以上の間、サファビー朝軍はほぼ無敗であり、クズル場所の間では、ム無病の教主、イスマー・イールの神聖が信仰された。クズル場所は、 教主イスマー・イールを救世主と信じており、教主の下での死は、殉教師となるため、彼らは死を恐れずに戦った。死を恐れずに戦い、密集した人形を取って敵に突撃を繰り返す、崩る場所の騎兵は、他国の兵士から恐れられた。イスマー・イール一世は、軍港の大家として、崩る場所の部族長たちに地位を与え、ダイアミール、自重長、 行政司法長官などの中央の高官につく者もいたが大部分は地方領主の地位を与えられた。領地から上がった税収は政府に収める一部を除き、部族長とその部族の収入となった。チャルディラーンの戦いの後、封建領主の性質を持ち始めたクズルバッシュは、部族の利益を求めて行動するようになる。イスマー・イール一世の存命中は、 崩ずる場所同士の抗争は表面化しなかったが、イスマー・イールが防止、タフマース部一世が10歳で王位を継ぐと、崩ずる場所たちの間に軍事衝突が起きる。彼らは軍人の最高位であるダイアミールの地位を得るため、タフマース部を放じて互いに争った。たびたび部族間で同盟が結ばれ、ダイアミールの地位につく人間が次々に入れ替わる状態が、 タフマース部の即位50年の間続く。クズルバシュたちの構想に乗じたオスマン帝国とシャイバーニー長がサファビー朝の領土に侵入する危機を乗り切ったタフマース部は1534年にクズルバシュのダイアミールフサインハーンシャームルーを反逆罪で処刑し申請を開始する。40年近くにわたるタフマース部一世の治世ではクズルバシュの構想は鎮静化し、 崩る場所を抑える方策が取られる。部族間の勢力の均衡を取る人事政策以外に、イラン、カフカース出身の人材の登用、サファビーや出身者の最小への起用が行われた。清掃に敗れた崩る場所の有力者たちは、オスマン町に寝返り、オスマン町のスルターンスレーマン一世は彼らを利用して、しばしばサファビー町の領土に侵入した。1578年に、 ムハンマド・ホダーバンデが即位した後に、クズル場所同士の構想が再発し、内乱の期間は約10年間にわたった。この内乱期に、オスマン帝国は東方に軍を進め、タブリーズを含むアゼルバイジャンの大部分が、オスマン軍の占領下に置かれた。1587年に、王子アッパースは、クズル場所の有力者の一人であるムルシドクリー、ハーン・ウスタージャルーの後ろ盾を得て、 ハズウィーンに入場し、ホダーバンデから王位を譲り受ける。翌1588年に、アッパース一世は、ムルシドクリーを粛清し、神聖に乗り出した。アッパース一世は、クズル場所に依存する、サファビー町の軍事制度の改革のため、新軍の編成に取り組む。国王から直接報給を得ているクズル場所から、組織されるコルチ、 カフカース系の宮廷奴隷から組織されるゴラームの2軍がこの衛兵として編成され、加えてイラン系の兵士からなる砲兵隊が組織された。国王直属の軍隊の維持費を賄うために国の直轄量が増やされ、領主を務めていたクズルバシュの部族長たちは地位を失った。遊牧国家の特徴を備えていたサファビー長がアッバースの改革によって性質を変えるとともに、 クズルバシュは国家の中枢から遠ざけられた。シャイフジュナイドがトルコ系遊牧民にサファビー教団の教えを説いたとき、イスラーム教義とは相入れない中央アジア以来のシャーマニズム信仰を持ったクズルバシュに受け入れやすいように改めた教義を説いた。この教義をクズルバシュ的シーア主義と呼ばれる。12人のイマーム崇拝と救世主到来を信じるメシアニスム。 これはまさにシーア派的考えである。スンナ派に対する異常な憎しみ。スンナ派の著名人の墓や遺体の冒徳はその際たるもの。政権を獲得して以降、アリーより前の三人の政党カリフを金曜集会で呪うことが国家の政策となる。およそイスラーム的と言えない呪術的宗教儀礼の実施。生きたままの人間に噛みつき、そのうちをす,すったりした。 1510年、イスマー・イール一世は、ウズベクのシャイバーニー長との戦いで勝利を収めたが、君主ムハンマド・シャイバーニーハーンのされ神戸が、自分の元に届けられると、ドクロに金箔を張って、主敗とし、勝利の美酒を味わったと言われるのもその例である。現在、クズルバ主人とされる人々は、イラン、イラク、アフガニスタン、アゼルバイジャンなどに存在しているとされる。一般的には、 ト努力面人として一括される。ありがとうございます。